いつまでたっても何十年先もずっと綺麗でいたいの。夜空一面に輝く星のように、世界に発信シーウェーブ第2週月曜日、ラビューティーチャンネル、ビューティーパワーウーマン、ビューティフルインストラクターしほがお送りいたします。あとちなちゃんもいます。はい、今日よろしくお願いいたしま す。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマークシーウェーブまでメールしてください。 YouTube ライブにて生放送配信もしております。はい、さてこの番組は、いい女は強く美しくセクシーに、ビューティーパワーウーマンをキャッチフレーズにしています。ラビューティーが送るラビューティーチャンネル、ビューティーパワーウーマン、そしてストロングパワーメンズ、1時間のビューティーライフスタイル情報番組でございます。女性に生まれたからには、いつまでも美しくいい女でありたい、いつまでもかっこいい男でいたい、美しさやかっこよさは決して外見だけではないと思うのです。内側からあふれる魅力や色気、美しさ、かっこよさはその人のライフスタイルから作られます。何かを頑張っていたり、お仕事や活動をしていたり、趣味や特技があったり、仕事もプライベートも恋愛も子育ても楽しむ人間のアウターとインナーですね、から魅力、生き方に関する秘訣や情報、ライフスタイル、自分なりの哲学をお聞きし、見るたんびにいい女、いい男度がアップする、そんな番組にしていきたいと思っております。毎回いろいろなゲストや企画、特にビューティー、ライフスタイルのポイント、活動の内容やお仕事を教えていただいたり、発見やレポをし情報を発信したいと思います。放送を重ねるごとに、いい女、いい男になれる番組にしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。ちなみに番組の後にはアフタートークで乾杯を場所を移して行いますので、ぜひお一人様もお気軽にご参加くださいね。もちろん生放送の観覧もできます。はい、では早速本日参りましょう。はい、行きましょう。ラビューティーチャンネル、ビューティーパワーウーマン、 MC は私、ビューティーフードインストラクターの高橋志穂と篠崎千佳がお送りいたします。よろしくお願いいたします。本日番外編です。イエーイ。いい男、いい男、いい男は強く男らしくセクシーに、はい、ストロングパワーメンズのイケメンゲストにお越しいただいております。ウェルネスフリーインストラクターの相良直人様、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。パーソナルトレーナーですとか、あとはインストラクター、スタジオインストラクターや、あと整体だったりとかをしています。ウェルネスインストラクターです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日イケメンな感じで、はい、いやー、まあね、ハードルが上がりっぱなしで、本当に全然相良さんをちょっとプロフ見させていただきたいと思います。はい、次の写真お願いします。はい、プロフィール、はい、相良直人さん、フリーランスのインストラクター、パーソナルトレーナー、整体師、ウェルネスコンサルタント、合気道師範代、地域スポーツコミュニティ代表、大手フィットネスクラブでキャリアをスタートさせる、マーシャルアーツ格闘系エクササイズ、ヨガ、ピラティス、気功や太極拳、合気道の指導歴とコーチング&カウンセリング資格を持つ。現在それらの経験を生かし、外資系企業の健康経営、脳神経内科医や出版社と組んでシニア世代に向けた健康改革に関わり始めている。フットサルを中心としたコミュニティを男女2つのチームで立ち上げ、それぞれ14年、8年目に突入している。ラフティングなどのツアー企画やピアノ弾き語りを用いてミニコンサートを開催し、情動に働きかける試みも継続している。テレビ出演、カンニング竹山の新しい人生始めます。BS テレ東、監修本、シニアドライバーズエクササイズ、株式会社 N プライス。と
ということです。はい、すごいです、はい、ちょっとたくさんお写真が決まって大丈夫です。すごいですね、これ盛りすぎなぐらいですね、ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。何者ですか、何者ですか、すごい、肩書きが、肩書き聞いてみたいことが、ね、ちょっと嫌ですね、こんななんかこういっぱいあるんですけど、監修本とかも気になります ね、 ね、そうですね、なんかそうなんですよ、75歳以上の方がこう免許更新するのに認知機能試験みたいなことをやらなきゃいけないんですけど、はいはい、でそれってもう脳だけじゃなくてやっぱりこう反射神経とか、はい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 、あと運動面からのアプローチもしていくといいよねっていうことで、はい、まあ、ちょっとそういうことを、はい、お手伝いをするっていうことで、はい、いすごい聞きたいことが盛りだくさん。ちかちゃん、今日のこう、はい、キーワードっていいですか。はい、キーワードをお伝えいたします。はい、1つコミュニティ、2趣味と仕事、3はということでですね、3つありますね。はい、はい、では早速ね、キーワードに沿ってお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次のお写真お願いします。はい、はい、1個目のキーワードはコミュニティってことなんですけれども、あ、そうですね、これ何の写真ですか。これはですね、はい、まあ、本当にもともとずっと趣味でサッカーとかフットサルをずっとやってるんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっとチームというかこう定期的な活動をこう作ろうということでですね、うん、私が一応立ち上げをさせていただいて、うん、まあ、かれこれこれ13年かな、この間でなるんですよね。そうで、まあ、最初は同級生とかが中心だったんですけど、まあ、いろんなところでこうつながっていくと、いつの間にかこれだけ男状態になってですね、ちょっと男臭い感じですね、これすごいね。これどこのグラウンドなんですか。これ最近ですね、あの友人があのセッティングしてくれた小学校の校庭を借りてですね、はい、すごい ムーディーですよね。なんか小学校に見えなくないですか、これ。そうですね、ちょっとなんかムーディー本当ですね、いらないムーディー。なんかちょっとでもプロで活動されてるような感じの団体によく見えるんですよ、これね。すごいかっこいい。これはなんでそもそもその活動を知っていこうと思い始めたんですかね。そうですね、なんかみんなが集まる場所が欲しいなって言って、最初はもう酒飲みでいいんじゃないのみたいな話あったんですけど、まあ、なんか飲みだけだと意外とそんなに続かないかったりするんで、うん、まあ、じゃあ一石二鳥だし、スポーツで僕らの、うん、そうそうそう、サッカーとか共通の趣味で、みんな共通でサッカーだったんですか。まあ、割とここにいる人たちはみんな経験者ですね。だよな、多分、うん、じゃなくてもね、男性の方結構サッカーの好きな方が多いから。そうですね、そうですね、来れなかったやつかわいそうですね、いつも来てるのにいないのいますね。この時何人ぐらいいるんですか、総勢。いや、でも登録してる人数だけで言ったら相当います。6、7、80人ぐらいいるのかな。すご、結構多いんですよ、なんかメールとかで配信してて。2クラス音沙汰ないですよ、ほとんど。あ、ね、みんな忙しいから。すごいですね。ちょっとお写真上げていただきまして、はい、そうなんですか。毎回そのこれ10人ぐらいいますよ、20人ぐらいいますかね。そうですね、この日はたまたま集まりましたね。なんか撮影するの知ってたのか分かんないですけど、20人以上いったよね。24、5人ぐらいいたかな、ね、ちょっと20、ね、うん、そうなんですね、よかったです。これは、週末とか週1とか、そうです、週1ですね。週1集まるんですか。月に4回月に4回になってますね。暇なんじゃないですか、すみんな。いやいや、でもすごいね。大事ですよね、集まってこう体を動かすっていうこと自体が少なくなってくると思うので。そうなんですよ、まあ、私の場合、ね、あの仕事柄ってこともあって、はい、やっぱりこうちょっと定期的にみんながやれる場っていう意識は多少最近持ち始めましたね。素晴らしい、素晴らしい活動。最初は少人数だったんですか。もちろん、あ、もう少ないですよ、今も少ない時は少ないです。何人スタートぐらいから始めて今80人。フットサルもともと5人で1チームなんですけど、うん、だから少ない時は本当にもう4人とかの時もありましたよ。あ、5人いないだから他から借りてきたりとか、そんな時もあって、いつも、じゃあこの人数になった時はそのチームは割り振りでこうなんかやって
行動でみたいな感じでやるんですか。こうこう貸してくれてる友人の計らいでこう、まあ、割と大きいスペースなんですね、ここが。だから、7対7とか8対8とかの素材地っていう形で今は、それになってから来るようになったやつとかもいますね。どうやって集めるんですか。いやもう SNS のページとかメールとかですよね。じゃあ一人でなんかなんとなく参加する人もいらっしゃるってこと。いますよ。もうあの間違えてきたんじゃないかなというような人が。じゃあ全部が同級生じゃなくて、あ、そうですそうです、その方も参加されてる。そうですね。あ、そうなんだ、はい。僕ですって言われて初めてその場で気づいて、あ、すいませんって始めましたいう人もたまにいますよ、うん、本当に今社会人、はい、社会人、社会人、どういうことか、みんな社会人ですよね、ぽい、ね、ですもん ね、 ね、そうですね、ごまかしが効かないもんでなってきてますよ、ね、うん、結構みんな厚着なんだねと思ったんだけど、これはあれですよ、厚着する季節だっただけで、あ、そういうことですね、すいませんね、ただですね、厚くしいもん、いやもうちょっとしたらもうちょっとみんな爽やかっぽい感じ、服だけはあります。何歳から何歳っていうのは決まってらっしゃるんですか。全然決まってなくて、もう何歳でもウェルカムですよね。最年少は、最年少、今の最年少は聞きたい。この日たまたま10代の子とかいたのか、でも20代前半ですね、大体。そうなんだ、最年少って言っても20代なんだ。前半になっちゃってますね、最近は。20代前半から、うん、上が54、5の人いますね。ちょっと体力の違いにこのばらつきがなガッツポーズか、たくましいんですよ最近の50代半ばっていうのは。そうでしょうね、きっとね、体が強い、硬い、うん、いやでも私そういうおじさん好きだけどね、あ、本当ですか。話が脱線する話が、あったら気が取れるかもしれないですけど違うものが、すごいですよ本当に、すごい、うん、いやいいですね。でもやっぱり体を動かすっていうのは皆さんやっぱり少なくなっていきますしね、うん、そうですね、交流も少なくなっていくから意識して続けようと思いましたね、うん、なんか、うんうん、本当に途中から素晴らしい感じですね、動かさなくなるとね、やっぱりいろいろ鈍ってきますもんね、鈍りますね。ちょっと次の写真も見てみましょう。お願いします。お願いします。お、いや出ましたか、ね、あら、なんか楽しそう、めっちゃ、あら、飲み会みたいな、飲み会、あ、違う、何これ、でモニターもついて、モニターついてます。そうなんですよね。ここはあの僕らこのコミュニティはさっきの人たちとまた違うやつなんですけど、はいはい、女子が多いもしかしたら。そうなんです。特徴はですね、これもともと女性だけをメンバー集めて始めたやつなんですよね。あ、へえ、それは何のために。これはですね、まあもともとその仕事でこう、うんうん、お客様としていた方たちに声をかけて、うん、ちょっと新しく今度フットサルをやるんだけど、はいはいはい、要はさっきののこう女性版みたいなのを立ち上げようってなって、へえ、でそこに男性も何名かこう有志の方に協力していただいて、うんうんうん、で今はあの女性チームでもできるし、うん、この中からその男女ミックスでも大会に出れたりっていう、こう大会、大会、まあちっちゃな大会なんですけど、もともとのお客様って何の仕事の、もともとのお客様、それがさっきの、まあ、フィットネスジムとかにこういたりもしたんで、はい、そういったところとかのつながりですね。だいぶ人変わりましたけどね。でも、うん、サッカーはそもそもいつからやってたんですか。サッカーは小学校の本当低学年とかからですね。すごい。間ちょっとあの辞めたり続けたりまた辞めたりっていう時期とかもいろいろあったりもして、結局なんだかんだで蹴ってますね、今も。サッカーボーイだったんですね、もう小さい頃からね。そうですね、なんかあのキャプテン翼とかの影響を受けてあのボールと一緒に寝るみたいな子供だったかもしれないですよね。素晴らしい。そうなん、あ、でも女性だけのチームっていいね。いいですね。ね、なんか気兼ねなくこうなんかやれそうな。やっぱなんか男性の中に花があってもいいけど、なんかやっぱちょっとアウェイな感じするもん。なんかいけないですよね。力具合が違うからやっぱり女性、女性の方が、ね、なんかちょっといろいろ気使うしね、何かとね。この間初めて女性だけでチーム組んで大会出たんですけど、はいはい、やっぱりね、女性が女性とってなると男性より迫力あるんじゃないかなっていう。そうなんですか。すごかったですよ、うん、どういうところがそう、炎上いらないよねみたいなこう感じで、結構ガチガチなんだ。いや、もうガチガチでびっくりしたんじゃないかな。かっこいい、かっこいい、うん、やると決めたからにはみたいな感じで、ね、そう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 、分かってるよねってそういう感じの、たくましいですね。すごいですよ、すごいですね、本当に。これなんか入るのに、さっきの男性の方もそうですけど、女性の方もなんか縛りっていうかあるんですか。一切いらないです。あ、
そうなんだ。このチームこそ最近まで、まあ、今高校生に上がったばっかなのかな、中学生とかもいまして、2人とか、はい、うんうん、全然もっと初心者でも、初心者ですよ、みんな初心者です、これ。あ、そうなんだ。ここにいる人たち、フットサル女性であんまりやってる方、あれどう聞かない気がするから、私もなんかルールがあんまり分かってない。私も分かんないな、誘われたことあるけど、だってルールすら分かんないし、って思うとなんかハードル高いですよね。フットサルってフットボールみたいな感じ。まあ、そうです、そもそも声が小さくなってくる。写真上げてください。なんかあ、網みたいのにボール入れればいいんですよ。あ、サッカーでしょ。フットサルはなんだっけ。あ、フットサルも似たもんですよ。のちっちゃい版みたいなイメージ で、ね、最初は。そうなんです。フットボールは野球みたいな感じですもんね。あれ、フットボールが野球、あれ野球みたいな、この、あのなんかベースを回るやつじゃないですか。瞑想を始めましたね。全然違う。だいぶね、こうフットボールなんか、あれ一緒、アメフトとかとごっちゃになってるような感じかもしれないですね。アメフトの男性するよ。アメフトそういう話じゃない。はい、いいと思います。はいはいはい。これ大丈夫ですか。ボール転がってきても蹴れない人でも入れます。大丈夫ですか。みんな最初蹴れなかったです。あ、本当なの。男性でも未だに空振りとかありますから。いや、空振りますよ。でもやっぱ抵抗ありますよね。できなかったらさ、入ろうと思わないもんね。お友達とかがいたらちょっとやってみようかなとか思う。そうそう、体動かすのに。すごいな。ドキドキしちゃう。最初はなんかファッションじゃないですけど、なんかそういうこともやってる私みたいなところからでいいと思う。あ、ステータス的な感じ ね、 全然ね、そういうの好きだわ、うん、私何かに頑張ってますっていうのは大事ですからね。いやでも本当素敵ですね。なんかこう女性だけとか、なんかそういう女性縛りとかあるとすごい嬉しいよね。入りやすいなと。そうなんですよ ね、 すね、全部ミックスだとちょっと戸惑ったりとか、なんかね、やっぱね、やりたくてもできなかったりとか、踏み込めなかったりとかしますからね。これちなみに飲み会だったんですか。これはそうです、つい最近ゴールデンウィークの時なんですけど、7周年記念とか、わーすごい、すごいすごい、まあ、続いてますね皆さんね。8年目になられるんでしたっけ。そうなんです、 8年目入りましたね、わーすごい、続いてますね結構ね。8年ってすごいですよね。さっきの13年ってすごいですけど、うん、そうです ね、 ね、よく続きますよね。10年超えるっていうのはなかなかないですかね。継続ね、させるってすごい難しいから、最初からね多分うまくいくあれじゃないじゃないですか。そうですね、ちょこちょこありましたけど、ね、こんだけグループっていうかチーム作れるのって本当すごいですよね。この女性も週に1回されてらっしゃるんですか。いや、これは隔週がベースで隔週なんですよ。第1、第3土曜日とかかな、うんうん、でまあ、ちょっと最近皆さん熱意が上がって大会とかが挟まるとね、もう月に 3,4 回とかなっちゃう時もありますよね。すごい、素晴らしい。これで直接相良さんが直接的になんか教えてるって感じなんですか、はい、最初。そうですね、僕が教えるところから始まりましたね、もともとは指導みたいな、あれですよね。そういえば気になったんですけど、はい、ウェルネスって何ですか。ウェルネストレーナーって何ですか。ウェルネストレーナーなんて言ったらいいですかね。フィットネスとかってあるじゃないですか、はいはい、フィットネスジム、はいはい、っていうのがこう割とこう体を鍛えたりだとかってこうボディメイクにフォーカスしているようなイメージなんですけど、ウェルネスっていうともっとこう生活とか精神面とかって少しこう幅広いトータル的なトータルに近づいていく感じですね。で、私があのさっきご紹介預かりましたけど、あのメンタル系とか生態とかっていうこともひっくるめて見ていきたいっていう人なんで、多方面からね。まあそうですね、時間かかりますけど、スポーツされる方のカウンセリングみたいな、あんま一般に向けたカウンセリングみたいな感じですか。一般に向けた、あ、でもそうそうそう、スポーツやってる人もそうなんですけど、それ以外の方とか、だから健康ってこう全員関わるものじゃないですか。今ここにコミュニティいてる人以外にもやっぱり働きかけていきたいって言って、そうですね、すごい。じゃあ結構トータル的な感じのもので、多方面から見てる。そうですね、失礼生放送だから止められない、ごめんなさい、私じゃないです、大丈夫ですか。なんかあれですね、総合的に始めたいと思ったら全部お任せできる感じですね。ね、なんかまあさすがにいろんな人紹介したりしながらになると思いますけど、まあでもほら、私食やってて、食と心と体がつながっていて、体ってなるとやっぱスポーツとか体作りとかなってくるんで、なんかそういった意味合いの多方面からっていう意味。そうですね、だからこういうふうにあのコラボとかできると面白いだろうなっていうのはすごく思いますよね。嬉しいです、ね、内側からも外からもみたいな感じですね。なんかメンテナンス的にこう本当にそう思います、作り上げていく、はい、ちょっと次の、ね、キーワードも聞いてみたいと思います。はい、次のキーワード、はい、趣味と、いいですか、趣味と仕事です。はい、はい、は写真、あ、ピアノも弾かれるんですか。
そうなんですよ、なんかちょっとね、いいアングルですね、持っちゃっていいですね、これ撮ってくれた人が上手なんですよ。素晴らしい。何ピアノって、ピアノを教わる機会があってですね、はい、それをこう使って、はいはい、ミニコンサート、ミニコンサートをしてて、でこれも結局その、うん、さっき言ったウェルネスとかフィットネスのお仕事のお客様たちをこうお呼びしてっていう形なんで、はいはい、へー、この時何だったかな、なんか免疫かな、なんかのその健康面のテーマと弾き語りをこう噛み合わせてすごご提供するみたいなことやってましたね。弾き語り、弾き語り、あの 歌ですね。あ、歌、そう、あのセリフっていう感じではないです。ああ、そういうのも面白そうです。弾き語り説明みたいな。何を歌われるんですか、この時は。はい、なんかでも普通にあの平井堅さんとか。え、弾けるってことですもんね。ちょっと歌ってもらって。いやいや、それはね、本当にちょっと僕もむせちゃう人なんだ。なんだ、その情報のテーマだ。生放送で歌ってほしかったな。いや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 。いやでも、ピアノってどれぐらいされてらっしゃって弾けるようになられたんですか。ピアノはちゃんと教わってたのは、うん、7、8年ぐらいだったかな、なんか小学生の間とかはずっとやってて、ね、でもその後からですね、ちょっと一回中断して、はい、再開してからが面白くて、一回ね、でも休憩大事ですよね。そうなんですよ、そういう人多いんじゃないかな、自分でやり始めたら面白いみたいな人、初めは親にこうやれってくださ いや、もう完全にそうですね、遊びたくてしょうがなかった。いやすごい、趣味と仕事ってことは、もともとはこれは趣味、もうそうですね、趣味ですね。でまあちょっと仕事の定義自体が難しいところですけど、例えば、うん、お金っていうものをいただいて、うん、それをこうし、まあ、形にしていくっていうことが、うん、まあ、できる時代にもなってきてると思いますし、うん、その個人のアイデアとさっき言ったようなそのコラボとかで、うん、いろんな持ってるアイデアだったり特技を組み合わせて、うん、いろいろなことを発信していけるんじゃないかなっていうので今回まあ、私のピアノの例ですけれども、はい、いやすごいわ、うん、ミニコンサートって例えばどんなところでやるんですか。今までやったのはなんか下北沢と、おーおー、あとはなんだっけ、自由が丘、おーおー、あ、じゃあ、おーおー、自由が丘じゃない、自由、うん、と都立大学かな、都立大学と、あとこれ北千住ですよ。あ、北千住、そう、そういえばそうだ。何分間ぐらいやられるんですか、その1個ミニコンサートって。お一人でやられるんです。一人ですね、飽きちゃいますね、僕に。え僕に飽きちゃうと思う、ちょっと内容を変えたり。ないでしょ、2時間近く休憩とか挟んで。2時間もやるんですか。だから飽きちゃいます、やっぱりね。いやもう本当プロと一緒の時間数ですもんね、曲数多くして、なんか拙い演奏なんですけど、2時間もやったらめっちゃ疲れますよね。結構めっちゃ弾いてる、今めっちゃ弾いてます。そうそう、私全然わかんない指が動いてますね、パソコンのブラインドにもならない、ね、見えてないです面白い、あ、そうか、これだって見えない、ね、家で練習されていくって。そうです、でちょっと練習させていただくスタジオがあるので、そこをお借りしたりしながらやってて、すごいですね、本格的。音楽がもともと好き。好きですね、なんかこう習ってた時はやっぱりこうやらされてる感があるんですけど、まあ、歌謡曲とかだんだんこう興味持ち始めると好きになってきますよ。そもそもなんで歌謡曲に興味を持たれ始めたんですか。あ、そんなこと聞いていいの。全然いいですよ、全然ダメなことはないじゃないですけど父親の影響とか周りにいる人たちがやっぱ音楽がすごい好きな人が多くて、自然にでもなってきません、なんかこうなんていうんですか、中学とか高校になっていくと、うんうん、絶対にこうポップスとかにこう触れるじゃないですか、うんうんうん、ね、それで出た時にジャズに行ったりとか、うんうん、そのいろいろロック行ったり、うんうん、っていう普通にそういう風にこう音楽に触れる環境の中に来て、へー、うん、いやーすごい。ちょっと次の写真も見てみましょうか。はい、はい、お願いします。あ、でもあれかな、似たような感じ。これはちょっとまたなんかイケメン風な。いいですね、すごい綺麗な。すみませんね、なんかあんま写真の差別化がない、ね、全然そんな。すごいムーディーな一枚ですね。ムーディーですね、ムーディー、うん、キーワードムーディーですね。これはさっき言った下北沢の時のやつですね。初めてじゃないかな、お客様たちに向けてこうやらせていただいた時で。緊張します。緊張します、めちゃくちゃ緊張しましたよ。これが間違えたりしないんですか。間違います、間違います僕プロじゃないんで、やっぱり間違えるのをごまかすのが全然できてなくてですね。どうされるんですか。
いやまあしょうがないですよね、もうなんかこうスポコンでこう無理やり進めるしかなかったですね。なんか こちらはどちらでどういう場所でやられたり、それもあのカフェですね、サロンみたいなところとか、カフェなの、そう、おしゃれなとこでした、すごくだいぶ広そうな、広いですよ。でもなんかそもそも何ですか、ピアノが置いてあるカフェってこと自体がすごいってことですよね。貸し出しができるそういう場所とかが結構調べるといろいろ出てきて、そうですね、これまあマイクがちょうど、はい、弾き語り用で使えるようになってるんですけど、一枚前のあの写真だと、はい、マイクがちょっとたまたま用意できなかったタイミングで、うん、僕の方でも、そう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 、だから選ぶときはそうですね、いろいろ。このピアノを弾いて、はい、弾き語りをされてるっていうのは何年ぐらいされてらっしゃるんですか。本当に今この出てる写真が2012年かな、うん、確か、うんだったので、7年とかですか。でもあれですね、割ともう最近中断してるんですよ。あごめんなさい、ね、もっと前だ、2005年に初めて弾き語りっていうのをチャレンジしたんです、でその時にあのボランティアで老人ホームかなんかでちょっとこうやる機会があって、12年前、結構前ですね。でその時に隔月ぐらいでこう隔月でこうやってて、うん、でそうですね、またそれでもちょっとこう中断する時期があって、すごいですね、すごい。20代の頃から始めたってことですね。そうですね、本当そうですね。でも、うん、すごい、なかなかだって仕事持ちながらやれることじゃないですもんね。だからもうなんか本当付け合わせみたいになっちゃってましたけどね。最近ちょっと離れちゃってて、もう一回腰据えてやりたいなと思ってるんですけど ね、やっぱりね、音ってすごいいいですよね。いろんな意味でなんかアンチエイジングとかにもいいですよねって書いて、ね、そうじゃないですか、なんか近くすごいような活動してるんだな、ね、なんか最近 ねテレビ出られたそうで、あそうですね、はい、はい、ちょっと動画があるんで流していただきたいなと思います、はい、お願いします。じゃあ次の動画お願いします。カンニングさんの、さあ今回ご紹介するのは高血圧の改善に効果的なゾンビ体操というものです。すごい面白い。大麻循環器がご専門の池谷俊郎院長が考案された今とっても話題の体操なんです。話題の体操。本日はその池谷先生のご都合が悪くてスタジオにお越しいただけなかったので、はい、インストラクターの相良直人さんに教えていただこうと思います。おーすごい。すごい緊張しましたよ、これ。これ緊張しますよね。先生素晴らしい。ゾンビ体操。先生名付けがね。面白い。すごくあの理にかなった体操だなとは思います。やっぱり。そうなの。すごい。まあ、緊張してるんですよ、私。綺麗ですね、動きが。素敵、美しい。かかとを浮かせるように、その場歩きを始めます。で少し余裕がありましたら、手を上げていきましょう。イケメン、イケメン。そこに上半身の動きを乗せます。肩を前後に揺らして、両腕もプラ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 振っていきましょう。はい、ですね。合わせてやっていただいて。ムーディーでしたよ、動きが。そういえば。面白いことですけど、やっぱり。そうなんだ。そうそうそう。へえ。でも確かにそうだ、なんか上がりそうだもん。うん。やってると意外と。ね。ふみふみ。ふみふみして。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これを1日3セットしたらいいんですか？15分3セット。そうですね。なかなかできないですよね。ゾンビをずっとやり続けるっていうのは。いやでもテレビ見ながらとかやったらどうですか？
あっという間だとは思いますけど ね、結構疲れます。15分を3回だから1時間1時間ものドラマを見ながらこうやっていただいて CM だけ休んでっていう感じです。いいですね、すごいすごい。はい、はい、ちかちゃんここで一回休憩入れてください。はい、それでは皆様無視できちゃったんで、ちかちゃんに任せます。はい、ここで一旦ね、はい、休憩となりますが、本日は足立学園出身の、はい、セブンセブンバンクス、人生を切り開きたくなるポジティブソング、自分次第をお聞きください。はい、どうぞ。足立区発信ラビューティー、みんな合わせろチューニン、ふとしたきっかけ実際、愛失敗人生一回、切り開いてく道なき道を、不安悪さそれは誰でも、そんな時試しに一度仕事ネガポジ先生に聞いてみろ。どうなるか自分次第、行けるとこまで行ってみたい、蒔いた種なら開花させなきゃ、水を絶やさずあげなきゃ、おお、どうなるか自分次第、深いとこまで知ってみたい、期待したいな、ちょっと不甲斐ない、自分自身を超えれるよう、握る舵選ぶ道、この先が何かなど知るよしはなし、心持ち売れる意志、何が大事かをと繰り返し、曲げないのは決めたルール、こびない生意気な憂鬱、土台作ってくれたルース、忘れず己貫く、だってどうなるか自分次第、行けるとこまで行ってみたい、蒔いた種なら開花させなきゃ、水を絶やさずあげなきゃ、おお、どうなるか自分次第、深いとこまで知ってみたい、期待したいな、ちょっと不甲斐ない、自分自身を超えれるよう、好きで飯など食えない、でも何がどうなるかわからない、みんなバカにしてたはずなのに、手のひら返しているあっさり、面白い後付けで昔からすごい、一人になって出るポツリ、ほんと人当てになんない、どうなるか自分次第、行けるとこまで行ってみたい、蒔いた種なら開花させなきゃ、水を絶やさずあげなきゃ、おお、どうなるか自分次第、深いとこまで知ってみたい、期待したいな、ちょっと不甲斐ない、自分自身を超えれるよ。あ、ちかちゃん、やばいやばい、今のとこ大丈夫ですか？もう始まります。はい、足立学園出身のダブルセブンバンクス、人生を切り引きた開きていく自分次第でした。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は株式会社キャン、はい、世界に発信、インターネット放送 C-WEB 7階ブースから配信してお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住 C-WEB.JP までメールしてください。よろしくお願いします。はい、はい、さて、噛んだり咳したりしてます高橋でございます。ごめんなさい、相良さん、いつもはこんなんじゃないんですけど、いつも噛んでます。はい、はい、さて後半も行きたいと思います。はい、ではね、最後のキーワードに行きたいと思います。ちかちゃん、最後のキーワードは、はい、最後のキーワードは和でございますね。おー、なんかこの2人盛り上がっちゃうんじゃないかなっていう感じですね。共通かしら。じゃあちょっと次の写真を、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、どんな写真でしょう。じゃじゃん。じゃじゃん。おっと、あ、柔道着みたいなの着てますけれども、これは何でしょう。これは合気道の。合気道。はい、ちょうど写真に写ってる女性が、あの、はい、最近こうお弟子さんみたいになっていただいた方で、ちょうどその方の初めての試験の時ですね。すごい。無事に合格されましてですね、見事。かっこいい。かっこよかったですね。なんと三段の師範体でいらっしゃるんですよね。はい、すごい。三段ってすごいんですか。ごめんなさい。九から行くんです。九から行くの？8、9、7、9、6、9ってこうだんだん数字が下がっていくんですよね。一定級の後からまたあれですね。そうです。初段、二段とか上がっていくっていう。そうなんだ。全然知らなかった。はい、合気道ってなんか知ってるようで知らない方とか結構いると思うんですけど、そうです ね、どんな感
知らない。何ですか。知らない知らない。なんかよくあの動画とか見ると、はい、こう触れた瞬間にそうそうそう飛ぶようなイメージとかあるんですけど、すごいですよね。まあ実際のところっていうのはそのまあ関節を固めるような動きとかもあるんですけど、はい、まあ相手の動きにこう合わせてこう力の流れをこう利用して崩していくっていう、こうバラ相手のバランスを崩していくとか。はい、それってなんか今ここで感じることってできるんですか？そうですね、まあ、やってやれないことはないんですけども、ね、物理的に難しい。そうやってみたいですね。そういうんだったらね、ちょっと本当はこう両手をこうしっかりこう抑えられた状態でこう力抜いてこう、トライ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 、じゃあちょっと差し上げてください。トライ、じゃあチカちゃん着物だから私かな。あ、ですね、大丈夫ですかね、骨折とかしないですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫、怖いです、大丈夫ですよ、そんなに。うん、いや本当に分かんなくて、あいつ。あ、いいですよ。このまま座ったまま、座ったままでいいですよ。じゃじゃん。私顔はどこ？実践でーす。私の方向いていただいて、両手首をこう押さえてもらっていいですか？私の手を握って。でこれ絶対握ってる方があの強いはずですよね、はい、僕がそっち行こうとしたら全力で体重かけて、はい、私の方に押さえ込んでもらっていいですか？わかりました。じゃあ行きますよね、はい、私がそっち行こうとしたら、はい、押し返します。そう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 、普通こうなるんですよ、うんうんうん、押さえてる方が。そうですね、なんですけど大丈夫ですからね、はい、このままぐーっと押さえてて力抜くとふっとこう前で、今分かりました。ちょっと分かりにくいですよね。あ、え、千代さんはこっち押してるんですか？私こっち、もう押し方変わってない。なんて地味な絵ができてんだろうって感じですけど、ちょっとやってみます。なんだろう、あ、全然着物でもできるよ。多分これ、そう、これだったらできる。もう両手でぐーっと押さえてもらって、そうですね、これで力でやっちゃうと無理なんですけど、はい、僕が力抜くとこうふっとこうこっちに、まあ、自分がこっちに行くってことか。そう、なんかこう、押し返せない力みたいな。え、これは何なんですか、これ。これあの体の使い方なんですよ。特殊なというか、合気道特有な力の抜きとかなんですけど。実践に役立てようと思ったら、相手のかけてきてる力を瞬時に読んで、ピッてやるってことですよね。まあそうですね。いや、本当すごいなと思って、すごいですよね。全然わかんない、全然わかんない、全然わかんない。読めれば最高なんですけど、まあ、でそのためにこうこっちの力を抜いたり、自分のそのなんていうんだろう、自我っていうんですかね、エゴじゃないですけど、そういうのをこう少しずつこう消していけるような、自我、で相手を感じるとか、相手をと合わせるっていう感覚を養っていくっていう。すごい、それ大事ですね。それめちゃめちゃなんかすごいですね。欲しい、その。なんか、ね、合気道って何、武道になるんですか？一応そうです、武道ですね、はい、合気道のその感覚を武術じゃなくても欲しいよね。意味わかる？あ、わかります、すごいわかります。何でもそうですよね。うん、そう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 、それをやれば、合気道をやればそういう感覚が身につくのかな。いや、だいぶ助けになってくると思いますけどね。まあ、言ってる自分ができてるから普段ね、それ分かんないんですけど。サンダの師匠ですから。まずいことになりましたね。達人が見たらもうちょっとかなり怒られそうな感じなんですけど、正直、はい。それなんであの合気道をやろうと思い始めて、うん、はい、なんでしょうかね。もともと仕事柄格闘技とかボクササイズみたいなことから始まって、エクササイズみたいなことからの延長だったんですか？そうですね、もともとずっと興味はあって、武術や武道に、で、まあ、そんなことがあったりなんだりで、実は自分でやろうと、やらないとダメだと思って、まあ、ちょこちょこいろいろ空手だったりとかいろいろかじっていく中で、合気道いいなっていうところで落ち着いていった感じですね。で、空手もやられたんですか？空手ちょびっとですよ、空手は本当に。こういうやつ。あ、そうです、そういうやつです。はっ。そうです、そうです。すごい。理由がありますけどね。精神面が結構じゃあ鍛えられる。そうですよね。さっきおっしゃったような、はい、本当にその何の武術やるかで精神性、作られていく精神性とかが変わってくる。武術によるんですか？ありますね。例えばあの武術じゃなくてあのヨガやるか、例えばピラティスやるかとかでも向かう方向が若干変わってきたりもすると思うんで、合気道はそういう意味でおっしゃる通りだと思います。普段のコミュニケーションとか日頃の暮らし方とかにも影響が出てくるかなとは思います。なんか合気道をやりたいとは思わないけれども、今の説明を聞くとあやりたいって思う。あ、それは入り方が私違うのかもしれないけど、だからどこを目的としてやり始めるかですよね、それね。確かにあのプロを目指すのかじゃなくて、その流れを自分の社会でね役立てたいと思うかによってですね。へー、すごいですね。
すごい深いです、やっぱり続いてきてるものって。なんかそのやり始めてここまで3段まで取られて、はい、自分の人生で変わったこととかってあったんですか？日々の生活はちょっとお恥ずかしいぐらい活かせてない気がするんですけど、なんか他のスポーツとかにも生きるなっていう気がします。そうでしょうね、面白い。そうですね、使い方とかその例えばさっきのサッカーとかフットサルでもこう相手との間合いとかが変わりますね。抜きがあれ読めるんでしょうね、きっと相手との。すごいですね、本当に抜きがすごい、なんか想像できました今。石岡さん動きが、うん、ってことですもんね。そうです、そういうことですよね、きっと。すごい、しかも多分三段っていう先生師範のね、あのお資格持たれてるってこともその俊敏な動きが、いや、もっともっと本当はね、うん、こうすごくいい動きができるようになればいいなと思いますけど。何段まであるんですか？一番上今は8段の先生だったりの講習を受けたりとかできたりしますけど、まあ、9段とかもちろん取られた方も今までもいらっしゃる、まあ、でも僕が直接教わってる先生方っていうのはやっぱりこう、そうですね、さっき言った7段8段とかの方たちが多いですけれども。すごいですね、まだ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 上があるんですね。いや、僕なんか本当に全然ですね、本当にまだちょっと申し訳ないぐらいです、代表して語るのが。ちょっと、そうなんや。先ほどの女性をお弟子さんっておっしゃってましたけど、そうですね、お弟子さんを何人いらっしゃるんですか？今新しくまたちょっと再開した形なんですけど、ではまだこの方だけが今回試験を受けて、じゃあもうね、うん、その前は結構もう20人近くとかいったのかな、その中にはやっぱりこう黒帯取られた方たち もう結構いらしてて、すごい黒帯、まあ、途中そうですね、このマーシャルアーツっていう格闘系エクササイズっていうのにその合気道を生かされてるってことですかね。それもそうですね、間違いなくありますよ、ね、マーシャルアーツ初めて聞いた私、格闘系どんな感じですか？ボクササイズと違 う、 そうです、ね、キックボクササイズとか、うん、さっき言った空手とか少林寺拳法の動きを使ってシェイプアップ、ストレス発散をするっていう、音に合わせてジャガジャガやるようなイメージと、そんなに違わないと思ってもらって大丈夫です。うん、気候や太極拳、気候っていうのはその合気道に関わってきませんあ、違う、全然違うものですか？でも何かしらどっかで深く長く続いてるものってなんかこう、つながってきます、コンセプトとかがこうつながるようなとこあるような気はしますね。僕なんかまだまだ気候に関しては全然語れないですけど、なんかこう飛ばすイメージありません、気候はぁ一致しましたね、またね、タイミング。あとこれなんかね、手からね、熱が出るみたいな。あ、でもさ、これやったことない、これなんか引力近づけるとこうね、そうそう、こう暖かくなって、なんか気がみたいな、お札が U の字になるってやつ、何それ、ないっすね、印刷をここに乗せてずっとこうやって念じると、気が強い人はこうやってお札を乗せけるじゃないですか、そしたらこういう風に曲がってくるんですよ、こういう風にお札が曲がれば、その曲がり方だね。そう、でもその曲がり具合が強ければ強いほどその気候のこのあれが強いみたいなことを言われて、ずっと練習しましたよね。それとは違う、私たちが言ってるのとは違う、おそらく違うじゃん違う、違った優しいね、喋らせてくれてね、優しい、ちょっと違うみたいですね。その太極拳っていうのはどういう感じのあれなんですか？太極拳は割とご老人の方とか割と高齢者も今すごく、そうゆっくり系のやつです、本当にこうなんだろう、ゆったりと呼吸に合わせて動いていくっていう。なんかこの前六町のなんとかフェスタ、六町フェスタに出させてもらった時やってなかった、やってない絶対やってます。そう、あれが太極拳だったよね、確かね。なんか私もやったことある、ね、太極拳、でも実は太極拳、私剣のやつがやりたかったです、ずっと。あと剣ですか？サッってやつが、そうか、かっこいいね、すごい動きがゆっくりですよね、あれ特徴的なものなの、太極拳。物によるんですよ。あ、そうなんですか、ね、早いやつはあるんですよね、なんかなんとかの、なんとかとかありますよ、なんとかのあれカマキリの技とかがあるんですよ。カマキリ、そう、なんかあ、でも見たことあるね、こういや今チカちゃんの真似しただけだからへ、いや本当に先輩ですごい方がいるんですけど、いやかっこいいですよね、太極拳も、ゆっくりから始まって、
すごいでもうなんか相良さんが何者か分かんなくなってきましたね。ね、本当にいろんなこと、そんなロマンティックなお写真も見てみたいと思います。じゃあ次のお写真お願いします。はい、お願いします。あらじゃあじゃん。何これどこ？これ桜のシーズンの千鳥ヶ富士ですね。東京じゃないですか？東京ですね。好きでよく行ったりとかもするんですけど、この辺プラッと。でまあこの時は暗い時間帯かそうですね、うん、すごい綺麗綺麗、なんかたまたまよく撮れてる風に自分でこれもムーディーですね。これムーディーですね。ムーディーな写真多いね。ムーディーですね。本当だ。わこの和から始まるこの関連というのはどういうつながりで、はい、そうですね、これこそもう僕が勝手に和のイメージでこうこれかなみたいな感じでやったんですけ ど、ね、うん、でもそうですよね。でもなんかこう自然だったりとか景観美みたいなところっていうのは日本の良さとか、うん、それが和にこう日本の良さっていうとまあ和っていうところでですね、まあ割とその今一人一人の健康って部分っていうのをすごく意識して僕はやってるんですけど、うんまあ、それがこうだいぶうまくこうみんなそれぞれが健康になってくるとこうそこにいる場が健康になるというか、うん、社会の健康でそれが、ま、もっと広がっていくっていうのが理想だなと。あ、そういうつながりの面の和っていう感じですか。そうですね、はい、あ、そういう意味合いが実はだから日本のっていう観点っていうよりは、なるほどね、なるほど、はい、あくまで切り口で、はい、いいですね。年号も変わったばっかりですし、なんか素敵ですね。まあでもそれで言ったらさ、もうちかちゃんなんかもう和お手のものですし、でも物が違うから、まあ、まあね、ジャンルが違うけどでもまあ私もほら食やってるじゃない、食文化とか、ね、なんだ行事食とか、うんうんうん、そういうのはやっぱ意識してるんで、うん、やっぱ日本人って素晴らしい財産をお持ちですよね。思います、うんうん、本当にいろいろね、文化的なものとか場所的なものとかね。でも男性で和を意識してる人ってすごい少ないなと思っていて、本当そうですね。そうそう、だから今日和っていうキーワードが出てきてちょっとびっくりしたんですよ。私もちょっと気になってたんです、和って何だろうと思って聞いてみたいと思ってたんです、ね、これはやっぱなんかこうね、その師範さんとかそういうところから芽生えたものなの、それとももともと好きだったのか。分かった、どのタイミングでかとかってちょっとはっきり覚えてないですけど、まあ、割とこう薄く広く見ていただいたようにいろいろ手をつけてきている中で、どうしてもそれをこうよなんですか、ね、共通点は何だろうとか、自分の強みっていうところが一つこう抜き出なきゃっていう意識になることも多々あったんですけど、まあ、じゃなく違う生き方を選んでしまったんで、その中でそれを形にするにはってなった時に一つ和っていうものもこう出てきたような気もしますし、あとはそのやっぱ合気道を始めたタイミングで和のことをこう師範、僕の本当に師匠に教わったことだったりとか、いろんなポイントポイントでやっぱこう教えてくださる方が、いい方が多かったんで、でもね、こんだけイケメンなんだからさ、もっとなんか和を打ち出してほしいよね。なんかの方がイベントとか企画とかですか、ね、うん、そういう意味、なんかこうなんだろう、まあ、例えばさ、ちかちゃんみたくさ、ちかちゃんは着物みたいなさイメージとかさ、なんかこうすごい、ね、これとかかっこいいじゃないですか。ブランド化してるってこと、柔道着じゃないの、なんつうの、何着なんだろう、何着、僕は道着としか感じない、道着とか、うん、あれなんでしょうね、いっぱいいろんなことをやってきたからこそ、そのつながりからこう関連しててこう人と人との関わりとか和みとかで和っていう感じなんですかね。和、和みいいですね。和み、え、これ和みですもんね、和み、和、和、わかったわかったわかったぞいや、そういうことか、素晴らしいですね。でもいろいろやったからこそのこのわっていうことなんでしょうね。わですね。まあ、もっと本質に迫れるようにね、ちょっと精進しなきゃなっていう感じではありますけど、ね、いや、うん、でもそんなね、どうぞ、うん、大丈夫です。そんな相良さんはね、はい、最近 DVD を、あ、 DVD なんと書籍をお出ししてるそうで、次のお写真お願いします。じゃじゃん、あ、本、シニア、ちょっとご説明いただいてもいいですか、はいはい、これがさっきお話しした75歳以上のその免許更新のためのこの認知機能検査っていうのが今必須化されてるんですけども、はいはいはい、まあ、昨今結構痛ましい事件だったりとかがすごく多いですよね、うん、そうですね。でそれはやっぱりさっき言ったようにこう脳だけじゃなくて人の運動神経とか
反射神経、あとまあスマホっていうところどうしても視線とか視点がこう一箇所に定まって、うんうん、こう目の問題もあったりもするんですよね、やっぱり。でそういったこととかにこう運動面からアプローチしてこう社会変革までいかないですけど、まあ、そういうふうにこうお手伝いできたらなっていうことで、これはあのテキストみたいなもんですけど、その運動のだからまあ監修をさせていただいたような形なんですけど、なるほど、はい、そうですよね、もうあの1点だけになりますもんね、こう携帯とかパッとこう、そうなんですよ、もう視野がね狭まってこっち見ないとか、こう首が触れないとか、どんな感じなんですかこの体操自体は、脳トレみたいな、そのなんかこうグーパー体操みたいなのやったりとか、いい、ね、これですかこのやつとか、あれ、あ、あるあるある、ついてますよね、ついてなかった、ついてなかった、あるよね、指回し、指回し、まあ指回し今回入れてなかったんですけど、うん、こういうのもいいですよ、これすごく全部やるってね、あるよね、これね、うん、あとはそのこうさっきの僕が得意としてきてたその打撃のこの打撃って言ったら変なんですけど、武術系のマーシャルアーツの動きで、あのバランスを整えたり反射神経を上げたり体を整える動きをご案内ご紹介してます。へ、はい、すごい。これはどこで買えるんですか？本屋さんで買えます。どこで割とあの行ったらなんかね、はい、結構ねあちこち置いてありました。なんかこれ DVD 付きだから、うん、なんかあのムックのコーナーとかにあるんじゃないの、付録付きの、そう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 、そんな感じでしたよ。今なんか付録付きのこういうの多いじゃないですか、コーナーでそうそう、ダイエットとかさ、まとまって枕付きとかさ、そっかそっかそっか、結構騙されて買うタイプだから、あのなんか腰の枕とかさどうでしたか、効果ありましたか？効果ないよ、全然ないよ。ちゃんとやらないとね、やっぱりね、これも騙されて買ってくださいじゃん。でも DVD だからね、実用的だわ。そうそう、あの本だけよりもやっぱり DVD ついてた方が、そう、あの親切というか分かりやすい、特に多分あの、あのなんて言ったらいいんですか、あの相手がご相手があのご年齢層高めの方が多いから DVD にされたのかなとか思って、結構ね運動ってなんか字面で説明しても分かんない、難しいですよね、動画ないとね、どういうことみたいな。そうなんです、おっしゃる通りやっぱりね、そういうのとあまり離れちゃって生活してる高齢の方とかにはやっぱりこう映像、それでもまだまだ全然足りないですね、やっぱり直接お会いしてこうご案内したいっていうのが本音ですけどね。 あれなんですか、なんか本とかにもここでやってますみたいな宣伝はされてらっしゃるんですか？本には書いてないじゃないかな。こっちから出向いてきますみたいなスタンスで最初はいたんで、まあ、今はちょっとまた方針をいろいろ変えてって感じなんですけど、まあ、でもそうですね、アクセスしたらやってる場所があるとなんか、そうですよ ね本当ですよね、足していかないといけませんね、そういうところは。ちょっとあの興味持っていく方、次はですね、はい、ストロングパワーメンズの名言に行きたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ本日の名言ください。じゃじゃん、はい、人間万事採用が馬っていうこう有名な、すごいですね、はい、人間万事採用が馬ですね、まあ、難しい。うんうん、何がいい方に行って何が悪い方に行くかなんてのは分からないよっていう、こう一寸先は闇であり光でありみたいな、その、はい、まあ、それは悪いことが起きるってことではなくて、うん、まあ、あの辛いこととかアンラッキーなこと理不尽なことが重なってても、うん、それが後でものすごくいい方に実は動く前触れかもしれないっていう、うん、その人間にコントロールできないことがたくさんあるっていうことで、うん、あのそれをこう前向きに捉えてやっていくのがいいんじゃないかなっていうところでしょうね、うんうん、こういうことありました？いや、あるんじゃないですか、皆さんだってありますでしょ、みんなあります、ありますよね、絶対。いや、それをわざわざ名言にあげるってことは、思い出があるのかな。そうですね、実はそうですね、言われてみると、うん、前までは割と違う言葉を挙げてたような気がしますね、そういえばね、はいはいはい、そうだな、確かに前はあの自分でコントロールするっていう強い意志みたいな言葉が好きだったんですけど、はい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 、そうですね、あの諦めたわけじゃなくてですよ、ちょっともう手放すっていう感覚がそういえば出て育ってきたような気がしますね。手放すって一番難しくないですか？難しいですね、私すごい思ってて、手放すってすごい勇気いることですよね、何事も、うん、深いですね、いろいろと僕なんかよりよっぽど経験者は語ってすごいなと思う。手放すもある意味あれですもんね、あの見守るみたいなもんですからね、こう、まあまあまあそうね、人だったらそうかもしれないけど、物だったらちょっと分かんないけど、手放さないと入ってこないっていうか、掴めないものもあるし、そう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 、全部これは無理ですからね、そう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 、ね、なんかやっぱ深いっすよね、
やっぱ女性の視点ってやっぱすごい違うのかなって今ポン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 出てきますね。そういう、こう運命論とかそういうことに関して。あ、そうですか。今聞いてて、あ、結構好きかもね。好きかもねっていうか、なんか普段気に、なんかでもこういう番組でいろんなゲストさんとお話しするんですけど、やっぱ女性同士なんかここはさ、でもフィーリングだよねとかさ、なんか降りてくるよねとか、で結構こういう活動してる方に限ってそういう会話で通用しちゃうっていうところが、いいんだか悪いんだか分かんないけど、ある、分かる分かる、すごいあるよね。そう、すごくなんか、まあ、逆にこう男性のこう理性的な、なんつうのかな、そういうのすごい必要なんですけど、理論的なところ、そう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 、そこがねちょっと足りないんだけど、そんなことないじゃないですか、塩さん結構理論しっかり、たまにね、たまにね、結構ね、私結構男性能だから、あ、そうだ、そうだ、おっしゃってましたね。でも降りてくるよ、たまに、ああ、降りてくるってか、ただ単に気まぐれなだけかもしれないけど、ただ単に気まぐれだって言われたの。すごいですね、素晴らしい。でもなんかこれね、聞くと元気出るっていうか、うん、まあちょっとやってみようかなじゃないけど、うん、気が楽になりますね。そうなんですよね、それがいいんじゃないかなと思います。すごいいい言葉ですね。人間万事。採用が馬、採用が馬まあ内容とかはあの検索してもらえるといろいろ名言いただきました。エピソードとともに、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね告知に移りたいと思います。はい、先ほど以外で告知ございますか、高原さん。なんか最近近いうちにこういうのやるよとか。あまり先を見通してない人間なんで、そんなに。レッスンは普段どこで受けれるんですか。レッスンはですね、うん、なんか竹の塚、はいはいはい、八塚、はいはいはい、界隈ですとか、うん、あ、そうですか。そう、東武線線とかでこうひっそりとやってたりとかしますね。フェイスブックとかで確認できるんですか。あまり告知しない。そうですね、たまに宣伝してますね。なんかちょっとやる気ない人みたいなんで、ちゃんと宣伝してこうと思いました。一応今日ね、プロフにも載せてます。あとフェイスブックページの方にも、ご案内してますので、気になる方はぜひそちらの方チェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃ告知大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあちかちゃん告知あればお願いします。はい、篠崎から失礼します。20日のですね、今月20日の3時半からこちらの姉妹番組です。和ビューティーチャンネルというのがですね、私の舞踊団のメンバーとやっておりまして、だ毎週、間違えた、毎月、写真出してください。はい、毎月第3月曜日の3時半から1時間、いや、50分ですね。4時20分まで、放送させていただいております。ちょっとね、今月がちょっとみんな撮影だかで、撮影、ラッシュで、なんかちょっと出られないかもしれない。ちょっとまたそれフェイスブックで告知しますね。で、ですね、6月20日からいよいよギリシャ公演に行かさせていただきまして、今回はですね、10日間行かせていただきます。で、それのプロモーション撮影が5月にありまして、そのうち多分6月中頭ぐらいか、早くて5月末ぐらいには、フェイスブックでその、ルックスが、アップされると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。で、あと12月にまたいつも通りの舞台がありますので、そちらの方もご案内させていただきたいと思います。そしてですね、今回の Facebook のアーティストページというものを私もともと持ってたんですけど、全然活用してなくてですね、それを今年からちょっとアップしていきたいなと、活用していきたいなと思っているので、そちらの方も、あと天の渦め個人もですね、撮影とかでちょっと忙しいので、みんな舞台だったりとかで忙しくなってるので、そちらの方もですねアップできたらなと思ってるので、皆様応援の方よろしくお願いします。何かしらフェイスブックでよろしくお願いします。この美しい写真は何、これはですね、そうです、チカコスタイルといって、このアーティストページがチカコスタイル、もう誰の何の意見も取り入れない、我が道を行く、もう私オンリーのこの思考。あ、今ですね美容学校をやってるんですけれども、美容師の免許も取って、さらにこうレベルアップしてですね、自分のマイスタイルというのを、着物を活用できたらいいなと思ってるんですけど、まあ、着物でも洋でも何でも、自分のメイクと自分のヘアと自分のこの本当にファッションスタイルでこうアップしていくものを作っていきたいと思っていて、いずれか会社にしたいなと思っているので、そちらの方も応援いただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、すげえ巻いて喋ってくれてありがとうございます。じゃあ次の写真お願いします。はい、日曜居酒屋気まぐれ始めました、昨日からです。っていうのも、何これ、北千住あずまの老舗お蕎麦屋さんさらしなさん、はい、ベジモアでお取り組みさせてもらうジョガールサッカークラブの代表のご実家です。
はい、で日曜日お休みなのでちょっと近場でね私気まぐれ居酒屋始めました。旬のものベジマっぽい旬のものとかその時に美味しいなと思ったものとかちょっと 目新しいお野菜とかそういったものを出させてもらってます。毎週日曜日19時から、10時半ラストオーダーまでやってますのでぜひ皆さん遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間が近くなってまいりました。はい、はい、本日の放送はいかがでしたでしょうか。はい、ね、ありがとうございました。どうですか、はい、楽しかったですね。ありがとうございます。ね、次回はね第2月曜日6月10日ラビューティーチャンネルビューティーパワーウーマンこの時間でお送りしたいと思います。はいはい、その前にねナチュラブクッキングが第4木曜日とあと天野娘もね、はい、あるのでぜひ皆さんそちらの方も閲覧の方お願いいたします。本日の放送はゲスト、ウェルネスインストラクター相良直人さんをお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さんまたね、また来月お会いしましょう。ありがとうございます。シュッカシュッと